ヒューストンはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の26番艦。艦名はテキサス州ヒューストンにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはクリーブランド級刑巡洋艦19番艦以来4隻目。ヒューストンは1975年8月1日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に建造発注され、 1979年1月29日に寄港した。1981年3月21日に、ジョージ HW ブッシュ副大統領夫人のバーバラブッシュによって命名、浸水し、1982年9月25日に、艦長、GH メンシ大佐の指揮下収益する。1990年公開の映画、レッド・オクトーバーを終え、デヒューストーンは、 姉妹館のダラス役を演じた。撮影は1989年6月に行われたが、同年の夏から秋にかけてヒューストンは様々なトラブルに悩まされ続けた。撮影前の5月にはバルブの故障が発生し、撮影中の6月14日にはエコーケーブルを引っ掛けタグボートのバーコナをサンタカタリナ島近くのサンペドロ海峡で沈めた。その2日後、 カリフォルニア州サンディエゴへ向かう途中漁船フォルトナの漁網に接触した。網は突き破られたものの、負傷者は発生しなかった。1989年7月1日、ヒューストンは訓練のため出港する。訓練開始の数日後、潜望鏡深度で低圧換気が標準手続きで行われたが、不意に突如海水が主換機口から流入し始めた。 缶は急角度で水面への浮上を開始したが、海水の重みのため推進力を失い後方へ、滑り始めた。海水はバッテリー室に達し、バッテリーから塩素が発生し始めた。ヒューストーンは全出力で推進力を回復し、海面に浮上した。しかしながら浮上するとすぐに上昇角度を失い、数千ポンドの海水が前方に押し寄せた。 艦は前方に揺れ下方へ傾いた。海水の重量によって前方に引かれたヒューストンは、同時に手機の全出力のため急激に先行した。手機は全速で反転更新が行われ、緊急のバラストブローが行われた。ヒューストンの速度は抑えられ反転し、再び海面に浮上した。ヒューストンは浮上し、低速で長時間をかけて帰航した。 メインシュノーケルのバルブが適切に閉じられておらず、音響信号ではバルブが開いたままで閉鎖が無効になったことを表していた。事故の結果8名の乗組員がヒューストンから転属となった。しかしながら全員が潜水艦勤務から外されたわけではなかった。ヒューストンのトラブルはこれだけではなかった。8月1日には電気系の故障により機関室で火災が発生した。 9月には操縦ミスにより、訓練中に、ヘリコプターから発射された魚雷に接触しかける。11月の操縦ミスでは敬引していた、そのレイを失う結果となった。ありがとうございます。